はい、激辛マニアユッキーでーす。今回は、コンビニで売られてました地獄の担々麺、ごま流という濃厚激辛、東京大久保のある、やつですね。これね、気にはなるんですけど、この辛さレベルっていうのがあって、1、2、3、4、5個あって、真ん中のところなんですよ。個人的にこの一番高いやつ、5レベルが食いたいんですけど、それが売ってなかったんで、まあ、こちらをね、買いました。まあ、地獄って言って、それミドルステージだから多分大して辛くねえんだろうなと思うんだよ。まあ、札幌一番ですね。メーカーは札幌一番。はい、ということで、5分経ちましたんで、よーし。ふわかっとな。液体スープを入れてと。これあれだな、ご飯に合いそうだな。これはご飯に合いそうだ。最後にご飯を入れて、雑煮にして食べますかね。後入れ特製スープー。とろみが出る。ご飯と。それではいただきたいと思います。いただきます。あ、辛い。さすが地獄というだけあるな。辛いな。これは辛い。うん。あ、結構辛いな。結構喉にくるな。あ、あ、味噌。うん。あ、さすが。地獄というだけあって、しっかり辛いね。うん。うん。これ担々麺だ、これ。うん。あ、美味しい。うん。うん。これは、結構美味しいぞ。
うん。辛い。辛いけど。うん。まあでも、まあ地獄というには程遠いっすね。これの10倍ぐらい辛かったら、まあ、地獄って言ってもいいけど。これぐらいだと大したことねえな。あの、激辛ペヤングとかには、ちょっと手も足も出ないレベルですね。うん。いかにして激辛ペヤングが辛いか分かる。うん。うん。うん。まあ、最終的には、この麺が問題。麺じゃない。あの、スープが問題やから。もうあらかたもう食い終わりましたね。麺少ねえな。うん、もうなくなっちゃった。これ問題はスープやからな。あの、あれやから。焼きそばとかは普通に麺、あの、麺っていうか、あの、麺だけだからいいけど。ラーメン系はやっぱスープが最後のどんだけ地獄かっていうのは見れるバロメーターやから。まだあれじゃない。カラカラウオとかの方が辛いんじゃない？ご飯。飯を入れてと。まだカラカラウオの方が。カラカラウオと、久しく食ってないかな。まだカラカラ王の方が辛いです。あ、でも濃厚な味噌味で。あっぱ。あっぱ。うん。美味しいっすね。多少喉にくるな。今日寒いからね。温まれてよかった。ああ。これはぜひあの5レベルのやつ出してほしいっすね。てか、なんで3レベルのやつを出したんだって。結局、なんだろう、あんまり辛いのが好きな人が少ないから。とりあえず3レベル出しとくか、みたいな。
って感じかな。うん、味噌味で美味しいですね。濃厚味噌シーツ、味噌スープ。でもやっぱり激辛ペヤングには勝てねえな、このパターンだと。でもやっぱ辛いわ。さすが。地獄という名を冠すだけある。久しぶりに辛いの食ったな。辛いのって、久しぶりに食べると、慣れとかあるからね。だから、辛い激辛マニアの人は逆に、辛いのを断つっていう方法があるから。味覚が敏感になってる。でもこれぐらいだとあれだよね、カラカラウオの方が辛いかな。うん、カラカラウオも最近売ってたな。最近見たけど、カラカラウオと激辛ペヤングはあんま見なくなります。激辛ペヤングの、超大盛り。超大盛りとか久々に食いたいんだけど。タオルが必要だ、これは。これはタオルが必要だ。食った後冷えるからな。おまけに今日は寒いしね。本当に寒い、今日は。食った後に、汗で、体が、めちゃくちゃ冷えるんだよな。それで風邪ひいたりするから。
そう。カラカラウオ。ああ、北極ラーメン、北極よかどっち辛いの？北極もカップラーメンは大したことねえからな。北極のカップラーメンは大したことねえんだけど、あの本店で店で食うとすげえ辛いからな。カップラーメン大体あの北極の方はあの倍ぐらい辛くないよ。こっちの方が辛いかも。やっぱ久々に辛いの食うとあれやな、汗が吹き出るな。でも舌で感じる辛さっていうのはそんなでもないと思うけどな。このは、あの汗が出るのはあの過敏になっていた。久々に食うとこうなる。特に今日寒いからね。寒い時ほど汗が出んねん。どんぐらいかな。この喉に張り付いてくるこの辛さもある。
半陰です。これは、70、激辛度数70です。ご視聴ありがとうございました。